こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。四、えー、日市 G3 ベイサイドナイトドリーム最終日ジュニアス決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、G3 といっても記念ではない、えー、ナイターレース 小松尾宮記念杯も控えているということで、えー、ご覧の9人ですねが揃いました主力選手をいる間に G3 を取りたいというところですやっぱり注目は4番の宮本、えー、じゃないかなと思います松本との戦い注目です えそんな中、私は予想はですね、え、茨城の山岸ですね。そちらを本命にしたいと思います。ちょっとあの、展開が松本と宮本も含めて、あと岡本の出方も含めて乱れるのではないかと思って、山岸の一発えかけたいと思います。 えーとではですね、こちら4分線ですね。で、えー、おそらくえ、バック回数は松本が13回、山岸が10回、本回数は山岸が14回でトップですか山岸は前々攻めながら積極的なレースをして、松本ややかまし、まあ、宮本もそんな 傾向ですよねホームぐらいから仕掛けてまくりただですね見てください宮本の成績ここに場所全部バックつけてるんですよね積極性がが真下競争しているということが分かりますこれを見ると結構あの 先手争いはもつれる可能性ありますよね特にやっぱり松本をあのに勝って内容伝を上回って、えー、より上のステージに行きたいという宮本の意欲っていうのは、えー、非常に高くあるでしょうからねただ、えー、やっぱり三者の三者ということもあって 一番ラインの分厚い松本がここは先行すると思います人気は畑が、えー、取りそうですねただ、えー、ここをえー、っと岡本一番車ということもあり前を取る,取る可能性が高いですということは一気に押さえてきたところを叩いてきたところ えー、番手に飛びついてアタケとせるんじゃないかなと思います。で、セリの決着なんですが、もう実績で言うと断点アタケなんですが、岡本も、戦績、まあ、それほどあ大したことはないですけど、後ろにやっぱり地元の柴崎連れてますからね、 勝負に、あの、柴崎にもチャンスのある競争となると、今の岡本だったら、あの、ここの先行の番手を狙っていくしかないって思うんですよね。あ、あたけまで出来だせてしまうと、まあ、あたけが最後、一力で踏んでというのもあるんで、 ちょっと優勝は厳しくなってしまうんで、ここはもう思い切って番手。松本やっぱり、先手取ったら粘りますからね。なので、ここを狙ってくる、じゃないかなと思います。あたけもそんな横、頑張れるタイプじゃないですからね。うーん。 行くんじゃないかなと思いますそうなるとじゃあ、えー、山岸は、えー、っと埼玉の武藤を連れてますからどこで行くかって言ったらホーム手前あたりからも行っちゃうと思うんですで、セリーがある程度もつれるとひょっとしたら 松本の後ろが隙間が空いちゃってそこにうまく山岸がはまり込んでしまうんじゃないかなという可能性もありますねまたあの番手がごちゃついてそこを見る中を山岸が発信するという流れもあるかもしれませんで宮本は後ろがあの小岩大輔です その中で積極的に行くかどうかって言ったら多少疑問で、案外8番手に置かれて最後の仕掛けになるかもしれない。それ山岸が前にいる可能性があるってことですよね。や宮本もすごい粘り強い競争をします。踏んでもなかなか飛ばされずに最後まで、えー、できてしまうんで、 さらに、ここに場所の積極性っていうのは気になりますよね。うんただ、まあ、恋は連れてどこまで積極的になるのか。最後は自分が取りたいっていう思ってる可能性もあるかもしれないですからね。仕掛け最後になってしまう可能性はあるかもしれません。まあ、松本もやっぱり宮本のことを警戒してると思うんで。 そうなると宮本には負けないっていう戦いをするんで、結構、足使う、どういう仕掛け方、仕掛け方一つなんですが、お互いが意識し合って足使ってしまう可能性はあるかもしれません。そこの隙を山岸が、えー、つ,ついたら、あの、すごく面白いなということで、えー、思い切って本命にしてみました。 え、もちろん、あの、番手の武藤との裏表も本線です。え、それから、宮本ですね。宮本が、まあ、後ろが小岩ということもあり、自分が残る仕掛けをするんじゃないかなという時の力の両立。あとは、あのう、うまく、山岸がうし、はまってしまった場合、 松本も結構粘り足発揮してますからね。松本残り目もあるかもしれません。それからもしですね、岡本にアタケが負けたとしてもですね、柴崎のとこをさばいて3番手、そこから巻き返しというのがアタケあるかもしれないです。そうすると、アタケが踏んで、 ま、当然北村もいるわけですが、その後ろあたりに山岸がいる可能性というのも、ひょっとしたらあるんじゃないかなと思います。その場合が8、八9 9 8というあたりを、あの、狙ってみたいと思います。えー、ひ、ひとまず、かなりやはり意識する競争なので、そのエアポケットには、 ある山岸の穴狙いが面白いのかと思いますはい以上四日市 G3 ベイサイドナイトドリーム、えー、最終日決勝戦の予想をお送りいたしましたぜひお気に入りましたチャンネル登録よろしくお願いします 関連動画動画プレイリスト最後の20秒で表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しいです。ブログ、ツイッター、高評価などもよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。